بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تتني سبت الشوصان وألانا منه نحمده وروري وكري وشوصان شي ونستعينه متى كرني متبكي وكوي ونستغفره متى كرني يرشي وكوي ماس يوغنش محمد صلى الله عليه وسلم وأوسر رمشتا イスラム教は奇妙なものとして始まり、そして始まった時のように再び奇妙なものに戻るだろう。だから変わり者は祝福されている。この言葉を聞いたサハーバは彼に尋ねました。アッラーの人よ、変わり者とは誰ですか？預言者サラローハアレイヒワセレマは答えました。人々が堕落した時も改善に努める人たちです。イスラムが奇妙なものとして始まったというのは、預言者サラローハアレイヒワセレマを信じムスリムになった人が少数派だった時のことを指します。当時の社会の風習や常識から離れた信仰や言動があったため、変人扱いされていた変わり者だったのです。そしてイスラムは広まり、勢力を集め世界宗教となりますが、時の終わりに近づくと、再びイスラムを信仰しムスリムとして生きる人たちは変わり者として扱われるようになることを、このハディースが明らかにします。預言者サラローハアレイヒワセレムが祝福されたそれらの変わり者がどのような人なのか尋ねられると、それは周りの人々が堕落し社会が腐敗してもイスラームにしがみつき正しい信仰とモラルを持って生きるものであると説明します。少数派として、変わり者として、数少ないムスリムとして社会に生きることが、時の終わりになるとどれだけ大変になるか、次のハディスで明らかにされます。預言者サラローハアレイヒワサレムは仰せられました。自分の宗教を守る人は残り火を握りしめているかのような時代が人々に訪れるでしょう。また彼は仰せられました。あなたたちの前には忍耐が残り火を握るような日々が待っている。その時が来たら、善行をなす者にはあなたたちと同じようなことをする者50人分の報酬が与えられるだろう。焚き火をした後に残る真っ赤に輝く熱々の残り火を手のひらに握ることを想像してみてください。預言者サラローハアレイヒワセレマは周りの人の悪い行いや社会のひん曲がった常識の影響と戦い、自分の欲に呼びかけ罪へと誘導するさまざまな地雷を避け、イスラームの教えと規範に従うことが手の中に残り火を握るほど大変で辛い時が来ると1000年以上前に教えてくださりました。そしてそれだけ辛いことであるゆえ、その時代をムスリムとして誠実に生き抜く者の善行は、サハーブたちが生きた時代の人が行う同じ善行の50倍の報酬が与えられるのです。今の時代が預言者サラローハアレイヒワセレムが仰せられていた時代なのかは確実には言えないですが、過去のように病気や戦争や食料不足といった困難とはまた一味違う苦難を通っているのは間違いないです。イスラームが要求することを社会は批判し、イスラームが禁じる悪徳の多くは現代社会が良いとし、ムスリムとして生きるだけで社会に対抗し続けなければならないです。アッラーが定めた規範を守り、禁じられたことを避ければアッラーの喜びと来世での永遠の喜びと祝福が約束されています。ただしその道を歩むことはほぼ確実にこの世では変わり者として見られることであり、それに一生耐え忍び無事ムスリムとして死を迎えることはとても大変なことです。この短い人生、変わり者としてアッラーに誠実に生きることで永遠の天国に入らせていただけるのであれば、それは耐え忍びがいのある苦難ではないでしょうか。アッラーよ、心を変える者よ、私たちの心をあなたの宗教にしっかりと保ち、ムスリムとして素晴らしい最後を迎えさせてください。アーメン。